前たちはあの時の弟をどこへやったの。エリオットを返しなさい。そこ忍者兄弟がいたんだよね。知らんな。行くぞベン。ビルだよね。合体っつって合体するんだよね。かっけー。でこの BGM 超好き。うわあ、なんかすげえことする。どこでしょう。どこでしょう。あ、よっ。よっこいしょ。あ、どんどんどんのよっこいしょ。あ、どんどんどんのよっこいしょ。あ、どんどんどんのよっこいしょ。よっこいしょ。うん、めっちゃ効く。攻撃弾食らってるか。関係ねえ。関係ねえ攻撃弾とか。数で押しちゃええから。うれうれ、そんなもんか。うれうらえ、おら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 、オッケー、今だ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 、十文字今だ。こうやってひるんでるときダメージめっちゃ食らうんで。で、あれなかったっけ、魔法。危なっ。あっぷんね、ちょっとギース回復。魔法使おう。デュラン。あー、装備してなかった。あ、魔法のくるみ使おうか、じゃあ。ちょっと、使おうぜ。アンジェラと魔法。あ、合体が治ってる。よいしょ。アーマーブレイクしねえと。待って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 、危ない危ない。パックンチョコ食います。いや、いつの間にか HP400 になってる。あ、リース死んだ。マジか。リース、いつの間に。これ魔法兵と同じ感じやな、強さが。もうアーマーブレイク、オッケー、アーマーブレイクした。まずは片方から殺せってやつでしょ。はいはい、痛い。アンジェラが死ぬ。アンジェラがパックンチョコを食う感じかな。いやいや、待って、やばいやばい、待って待って待って、よし、オッケー。アーマーブレイクしたから、ちょっと待ってよ。パックンチョコ食って、待って、オッケー、危ない。よいしょの、よいしょ、大丈夫、危ない、強っ、よいしょーのー、よいしょーのー、よいしょー、よし、2人そっち任せた。僕は単体で1対1でやらせてもらおう。よいしょー、アンジェラもこっち来た。え、アンジェラ HP 低いやつを優先にするからね。待って、リース死んでる。全然見てなかった。リース死んでた。オッケー。あっぷんね、違う。オッケー、呪文時期。そっちじゃない、こっちこっち。呪文じる呪文じる、もういっちゃいっちゃい、もう必殺必殺。オッケー、一匹倒した。オッケー、一匹倒して、ドロップをリース優先で、で僕も食って、よし、あとは一匹余裕だ。これもあとはもうタコ殴りするだけ。魔法兵と同じ、あとはタコ殴りした勝ち。はい、呪文じぎり、はい、勝ち。あっぷんね、強かった。覚えてろ、美獣様、申し訳ございません。強かった。オッケー、めっちゃレベル上がった。
で終わりのはずで終わりのはずなんだよ確か。あいる。お前は何者だ。私は美獣、黒の貴公子様にお仕えしている。こんな城にもう用はない。でっか。触れてやるよ。でっか。G はあったな。もしかしたら H かもしれない。皆さんのおかげで城を取り戻すことができました。本当にありがとう。でももうお父様は戻らない。あの美獣とかいう女がナバールを操っているみたいだ。とんでもねえ女だぜ。でも本当に大丈夫なのかしら。いつまたあいつらが攻め返してくるかわからないよ。一度は炎上して失われた城の防御もナバールによってほぼ修復されている。これなら我々だけでも大丈夫。もう同じ過ちは繰り返しません。我々にはもう眠り花粉は効きませんからの。またエリオット様も捜索隊を結成して探しに行かせますじゃ。リース様は城にお残りになって我々を導いてくだされ。リース様、エリオット様のことが気になるんですね。ここのことは我々に任せてお旅立ちください。リース様は我々アマゾネス軍の隊長。王子様が敵の手中にあると分かっていて城にとどまることなどできるお方ではないことを承知しております。できる女だね。かっけー。いいな、みんな。おう、みんな3人みんなありがとう。悲しくならない。いいね。みんな王国復活のため3人行方不明のエリオット王子を見つけマナの剣を手に入れて戻ってくる。それまでお願いね。リース様、お気をつけて。さて、風の精霊も見つけたことだし、一度フォルセナの英雄王さんのところに戻りましょう。よし、じゃあフォルセナに向かいましょうか。めちゃくちゃだ。オラオラオラ。たわけものめ。おいおい、みんなで寄ってたかって、ひどいじゃねえか。ニキータ。うわあ、兄貴、助けて。ニキータ、俺が誰かわかるのか。よかった。皆さん、こいつもナバールのものですが、心を操られてどうすることもできなかったんです。許してやってください。この通りだ。お、おう、まあそうやって頭を下げられちゃ許さねえわけにもいかねえ。行こうぜ。大っぴらに呪術で全員の心を操り始めたんにゃ。事前にそれに気づいて逆らおうとしたやつは美獣が召喚した悪魔によって皆殺しに。でっか。すでに呪いをかけられていたジェシカさんには新たな呪術がかからないせいか心を操られずに済んだにょですが、力を握られてしまい、
の力を兄貴が脱走してから壁が何重にも強化されてしまい、もうオイラにはどうすることもできなくなってしまったんや。やがてオイラも心を操られ。そうか、ニキータ、お前はもうナバールには戻るな。危険すぎる。ジェシカさんを守りにゃかったんだな。気にするな。ジェシカだけ心を操られずに牢屋に入れられているということは、美獣もすぐにはジェシカを殺すつもりはなさそうだ。騒がせたな。じゃあ。まあ、この続きはね、ホークアイを主人公に選べば見ることはできるんで、皆さんホークアイ選んでやってください。僕はしばらくホークアイは選びません。じゃあ、そういや銀色のアイテムの種、これ植えたらどうなるんだ。パクチョコそやろ、チョコかよ。パックンの油、パック、あ、くるみだ、くるみ、イエーイ、レベル2。敵が種をドロップしやすくなって、種からいいアイテム出やすくなった。うわー、銀置いとけよかった。レベルで上がってくのか、そういういいアイテムとか。やらかしたな。まあいいや、じゃあフォルセナ向かいましょうか。船が出るよ、何人でも06乗っていけ。あ、お断りします。ちょっと一旦買い物してきます。そっか、ここか。そういやここだったな、忘れてたわ。一旦ちょっと買い物してきまーす。わかる人にはわかる。あのパターンですね。とりあえず、20個、13000。13000あるんだけど。17個。くるみが10個。もう買えるだけ買っちゃおう。ありがとう。よし、OK。また来てね。じゃあ行きましょうか。ちゃんと寝とこちゃんと回復しとこ。もうマジで万全の体勢で行かなきゃね。あ、サボテンくんだほんとたまたま見つかったわ。マジでたまたま見つけたわ、サボテンくん。こんなとこいた。乗っていきましょうか。船が出るよ、何人でも06、乗っていけ、乗っていくよ。子供の頃ここは怖かったよな子供の頃ここ攻略するのマジで怖かったからな。さあ船が出ます。これ確か同じとこぐる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 回るんだよね、スーファイマンの時は。ぐる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 回ってあるイベントが発生するって感じなんだけど、さすがにそれを 3D で見ると時間かかりすぎるから。まだバイゼルに着かねえのか。一体どうなってやがんだ。なんだ。ちょっとマイルドになってるな、叫び声が。これスーファイマンの時めっちゃキャーって声やかったから、めっちゃ怖かったけどな。怖いよ、怖いよ、D サンジュラ。ちょ、もっと近くに寄って。密ですじゃないから。密になろう。密になろう。よし、OK。3人集まって、はい、
チーズ。よし、行こう。宝箱はありますか？アイテムあるね。オッケー。お、銀色アイテムだね。いいね。やった、びっくりした。なんなんだよこの船はよ。おめえの声でびっくりしたわ。宝箱制覇、いいね。宝はいねえか。いねえな。次こっち、ぽいぽい。やべえなこりゃ。こいつはひょっとして噂の幽霊船？ちょっと待って。かすかに精霊の気配を感じるよ。でもなぜかとても弱いの。じゃあこの船に精霊がいるってこと？わからない。もうちょっと様子を見るしかないわね。何かいるよ、気をつけて。さあ、プロテクターアップ。え、プロテクターアップ？ん？なんでお前プロテクターアップに使おうし、使ってんの？こんな雑魚戦で使っていいと思ってんの？よいしょ。そっか、あれ特技になるのか。ちょっと待って、特技、そっか、特技になっちゃうから、そっか、特技になっちゃうから、あんま使わ、特技使っちゃダメ。あ、リースも特技使っちゃダメ。よし、行こう。毒ってるから行こう。お、宝箱。ここ何個あるんだろう。4つだけか。あんまりねえな。ああ、アイテム屋あるんだっけか。びっくりした。アイテム買えるんだっけ、ここで。やっぱり、はい、ちょ、念のために買ってきたけど、買えるのか。いちいち喜んでないで、先を急ぐぞ。あ、買えるんだ。こんなやつ、こんなやつから買いたくないけどな。で、次こっちですかい。階段があって、アイテムがあって、あ、武器ある。マジで新しい武器買おうぜ。じゃあ強えな。え、強え。いや、倒せる。あぶねー、あぶねえ。もうドロップじゃ間に合わないな。まあいっか。幽霊かもしれないですが。まずこっち。鍵かかってるよね、こっち。開かない。お、回復いいね。武器や防具やある。樹の本、怖っ。収めよう。収めた。ん？収めたらもしかしてここ開くとか。そんなんだっけ。樹の本。星の本。びっくりした、もう。びっくりするからやめて。うれうれよ。よし、これでしばらく敵と遭遇しないでしょ。え、めっちゃ怖いわ。
なんかめっちゃ怖くなってない？気のせい？オーガーボックスいないなと思ったらこんなこと出来やがったそう、モンスター倒したら宝箱出てきてルーレット回すっていうのがなくなってるから、リストラあったのかなって思ったけど、いたわ待って、130食らってる。待って一発130食らったんだよ、デュランが。162めっちゃ食らうやん。金色アイテムの種やって、金色アイテムの種もらった。やったぜ。なんだこバトル。時間を取られてしまいました。武器や武器や、いい武器ありますかい、ゾンビちゃん。サーベル2800、あ、ピューターロッド開けて、パルティザン、これは買わないとね。気に入ったぜ。これ、金が溶けてくめっちゃ溜まってたはずなのに一気に溶けたんだけど、一気に溶けた、やばいな、めっちゃ金いるな。一瞬で溶けた。防具も買おう。その前に よいしょ、 OK。いい防具ありますか、おやすさん。二つか。買いますか。大事にするわね。使わせてもらいます。あと1700しかねえ。金が全然ないよ。はいはいはい。はいはい、オッケー。マジで金ねえな。で、この奥がまだ見てない場所。これ全部しまうとあそこが開かれるんだっけか。光の本。お、モンスターか。何？スペクタ。スペクタ。そんな強くない。よし。よし、オッケー。見たことないモンスターがたくさんいて、面白いところだな。面白くねえや。何が面白いとこだよ。全然面白くねえや。あそこ行けない。絶対この先に宝箱あるから先に取っときますぐ。まあ。これで、あと1個。あ、敵いた。よいしょ。不気味な場所ですね。できれば幽霊とは戦いたくないです。ドロップ本はどこですか？邪魔ね。じゃあ使おうか。ちょっとめんどくせえから。オラ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 、どりゃー、めっちゃ吹っ飛んでった。ダブルアタックっつってポーンっつって、あれ、ここに本棚あった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 。これで、開くはず。あそこが開いてるの OK。じゃあそこ行きますか。なんだこりゃ、公開日誌？気持ち悪い。こんにちは。え、誰？どうも、
私、幽霊マニュアのマタロウと申します。とうとう念願の幽霊になることができました。十分満喫しましたので、そろそろ帰ります。そろそろ帰りますよ。この感動をあなたにも、この感動をあなたにも、さようなら。さようなら。あ、そっか、それがあるのか。あー、そっか、それがあった、忘れてた。うわー、マジ俺、幽霊になっちまった死んじまったのか。これは、さっきの人に呪いを移されたのね。この呪いをかけられたら、別の誰かに呪いを移さないと一生この船から出られないよ。別の誰かって言っても、あ、来たね。しかし、逃げやがったな。なんて奴らだ。どっちもどっちだと思うけどね。あなただって今一瞬仲間を犠牲にしようとか考えたんじゃないの？ビビビ、バレたか。とにかく、覗いてる。元になるものはこの船のどこかにあるはずよ。めっちゃ覗いてる。それを残されたみんなに探しましょう。頼むよ。もし探すのが嫌になったら、いつでも変わるから言ってくれ。マジで？ちょっと変わって、変わって。ちょ、アンジェラ、アンジェラ、お前幽霊になれ。幽霊船を二人で探索しなきゃいけないなんて。お前幽霊になれ。呪われて一人で待っているのも心細いはずです。やり。さ、交代交代。そうそう、交代交代。メイン火力を失うのはちょっとやめよう。はい。いくぜ。アンジェラお疲れ。ちょっとリースと二人旅行ってくるわ。